定期券のやつが。ちょっと警察署で近くあるんで行ってきます。ちょっと無人駅シリーズということで、ちょっと昔ながらのね古い駅をねご紹介できたらいいなと思って今日はね来ました。はい、というわけでね始まっていきます。昔ながらの駅ということで、でも見ていきましょうかね。まず気になる建物があるんですけど、これは自転車置き場、駐輪場ですね。おお、はいはいはい、うわー貨物なんとかやって書いてますね。貨物をなんか置いてたりしてたんですかね。あ、これなんか落ちてます。あ、定期券のやつが。ちょっと警察署で近くあるんで行ってきます。はい、というわけでねちょっとね落とし物があったんで3月25日、ちょっとこれをね私に行こうかなと思います。これです。まだ期限が全然残ってんで、目の前に警察署があるんで、交番が、ちょっとそこでさっきおまわりさんいたんで、無事にねちょっとけ駐在所に渡してきました。まあね結構なんか地域密着型というかこういうとこなんでもうすぐわかるということで良かったです。では早速駅を見ていきましょう。はい、でまた巻き戻しになりますけど、まあね、さっきのおまわりさん聞いたらもう これからずっと向こうに行ったらさらに昔ながらの駅があるということです。はい、うわの配線ですね。このなんか戦時中の疎開した横溝正史の疎開、まあ、さっきか電気のコードもこんな感じでしたね。じゃあちょっとこの駅の中入っていきます。うわ、なんかおまわりさん聞いたらこの男はつらいよのロケ地になったとか言ってましたね。じゃあここ行きます。うわいいですね。
最後の舞台。うん、これ津山まで行くってことですよね。はい、こんな感じになってます。これロケゲーム、ロケのね様子が。もう電車の数も津山駅がこんな感じです。もう1時間に1本とかいうわけじゃなくてっていうね。はい、じゃ早速入っていこうかなと。券売機ってどこなんだろうっていう。はい、駅入っていきます。おー、いいですねこれね、昔ながらの駅でございます。これは荷物かな、荷物わかるかな、いろいろあるわけですけど、ね、まあ、周りがねこんな感じの駅になってます。で、まあ切符買ったら、あ、切符終わったらこの中入れるっていうシステムなんですよね。はい、券売機ないんでね、おそらく駅に、あ、電車の中入って買うっていうスタイルだと思います。で、こちらね、スタンプラリーやってますよということですね。こういう感じになってます。三まさか滝尾駅っていうことです。昭和3年3月15日開業っていう、80年。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、最初でちょっといろいろアクシデント起きたんですけど、まあ、近くに駐在所あって、荷物も、荷物というかその落とし物もね預けることができました。まあね、その、まあ、一体誰なんだってなるんですけども、ね、この地元密着っていうか、もう限られてんで来る人は、なんでそのモアジさんもすぐ分かりますわということで、まあ、渡せてね、渡せというか、あの、ね、交番に持っていけてよかったなと思います。まあね、地元ならではの感じかなと、この地域。いや、いいですね、味が。昭和3年にねできた駅舎ということです。いやー、ね、いろいろありますね。はい、というわけでね、ぜひ皆さんも訪れてみてください、ね、見どころがいっぱいあるんですけど、まあでもこのご時世ね、いろいろとその耐震橋とかそっちの方でね、あの駅舎が壊されたりとかが壊されたりが多いんでね、まあ今のあるうちにいろいろね回ってみるのもいいのかなと思います。というわけでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。